まあですね、ここまで来たら原因はタイの頭を変えるしかないんじゃないですか。私は今日総理がしっかりけじめをつけるとおっしゃったらここまで言うつもりはなかったです。まあ、私の手で憲法改正を成し遂げたいと、総理の手で成し遂げることはそろそろ総理自身の幕引きだということを申し上げて終わります。この際大阪誠二君から関連質疑の申し出があります。黒岩君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今委員の内質問だよと言ったんですか。ご静粛に。私はこれ今発言しておりましたから聞いておりません。だから私は今発言をしておりましたから聞こえておりません。ご名誉がないです。よろしいですか大阪君。それでは大阪誠二君。一回止めてよ。だけど質問が終わった後なんか背中から追い打ちをかけるようにやったから、それはひどいだろうって話だから、その部分をまず速記録で確認してから理事会で協議すると申し上げています。だから一回止めて。で、委員会は決まっていますから、委員会の時間通りやってください。この後も共産党さん、維新さんの時間があります。テレビ中継の問題もあります。あとの迷惑も考えてください。だから今のは後ほど理事会で協議します。何度も申し上げております。理事会で協議します。私が委員との権限で理事会で協議すると言いました。では、大阪誠二君。大阪誠二君。どうぞ大阪誠二君。委員長、はい、驚きました。行政府の、閣僚席からですね、意味のない質問だ、こういうやじが飛ぶなんていうのはですね、前代未聞ですよ。これ与党の皆さんも国会そのものは馬鹿にされてるんですよ。これやるんだったらちゃんと質問時間の中で思うこと言えばいいじゃないですか。後ろ向いて今質疑者が変えようとしている追い打ちをかけるようにあんなこと言うなんて言うのは言語道断。私は本当に安倍内閣でたらめだと思いますよ。行政私物化まがいのことはいっぱい発生するし、そしてそのことを指摘すれば公文書を廃棄するし、隠蔽するし、改ざんするし、捏造するし、国会で質問すればまともに答弁しない。ご飯論法だ、逃げて歩く。そして閣僚に至って本当に閣僚の資質があるのかどうかわからない人はくだくだ答弁して終わってるじゃないですか。こんなのデタラメだ。私はそう思う。今日は時間がもう限られているので、このデタラメのすべては言い尽くすことはできませんけれども、その一端について少しお話をさせていただきたいと思います。それと委員長の仕切り相当に問題があると私は思う。そこも改めていただきたい。まず今の点についてはご国理事会で理事の申し出があれば協議いたします。それは理事の皆さんにお任せしますので、じゃあ私の話に入りたいと思います。そっかじくのここです。まあ皆さんね、忙しくってなかなか国会の答弁とか見る暇がないと思いますし、参議院の予算委員会、衆議院の予算委員会、なかなかね、目を通す機会がないと思うんですよ。なんせこれね、長いですから、もう数時間という枠でやってます。もう時には10時間ぐらい放送されるんですよね。で、私たちがね、ちょっと気づかないといけないところっていうのは数点あるんですけども、一つはですね、自民党に不利なところって NHK が流してないんですよ。ですから私はインターネットで確かめることができます。そしてもう一つなんですけども、ここでですね、答弁の中で、いかにひどいことが行われているかってことなんですよ。で、今回ですね、議長もひどい、総理もひどい。で、本当にね、こう自分の質問時間を削ってすらそこを糾弾する人がいる。